渡さらしいんだよね。ほんでみんなで、ね、あのグループラインにもさ、はい、佐々木さんは今日昨日寝店二日酔いということで撮影準備されてるようですなんかこう本当ね、なんか憎たらしいようにそうやって言うよね。はい、なんで、いや別になんでっつうか、待ってる方たちもいたんで、まあこれは、え、嘘だよ、自分だけでしょ。いやじゃなくて、そうじゃなくて、このプロモーションですよ。それあれまあ俺がまあ確かにわざとらしく、佐々木さんが二日酔いなもんで、撮影が順延になりましたと確かに書きましたよ、それはね。そうよ。ただそれは要はその今実はドラゴン T シャツっていうのを、佐々木さん公認のね、ドラゴン T シャツっていうのを販売してること自体知らない、はい、そうですね、人たちが多くいて、はい、まあ、佐々木さんももう結果見てるんで、はい、一時クイズにしませんけど、はい、過去1ヶ月の、T シャツの売り上げが、実質0枚だった、はい、要は、正確にはあれ2枚売れたって言ってるんですけど、はい、1枚は未払い、はい、未払いだから売れてないっていうことですよね。これでもう一枚はデザイナーさん自らが買ってくれたんですよ、実は。はいはい。だからその一回も売れてないっていうところでみんなで話し合ってるのは、はい、話し合ったのはやっぱ佐々木さんに告知してもらわないと結局売れないだろう。そうですね。っていうか、あれのそのデザインを今ちょっとこうサイトの方で出しますけど、はい、結構ねいいのもあるんだよね。そうですよね、うん、なんかいいのもあるんですよね、中には。欲しがる子もいるし、これなんかね、これなんか どうでしょうか。はい、そう、あ、それはね、俺も見た瞬間売れんじゃねえかなと思ったぐらい、はい、あとね、あと結構いろいろとあるんだよね、これも。あれ今さっきのもう一回ちゃんとしっかり画面の前に見せてもらっていいですか。まあこういうのとかですね、まあ割とおしゃれですよね。そうです、そうです。これも販売中なんですよね。はい、そうなんです。だからみんなに買ってもらえるとありがたいですよね。今のがなんか外人受けしそうななんか極彩色みたいなのになってるバージョンもあるんですよね、今の。あ、そうなの。それであとそれ、あ、俺も気づかなかった、さっきのドクロ、あれ、あの竜があるんでしょ。そう、うじゃうじゃの中に竜が隠れてるとか。すごいよね、だからそういうのね、そういうセンスとかですね。素晴らしい。あと相変わらず林達也さんが、大工にこだわったみたいなのもやってくれてますよね。まあ、はいはいはい、まあ、自分が大工やってるってことでね、はいはいはい、それはありがたいですよね、はい、そういうような。じゃあ、今、だから、堀渋さんと、日の丸親方さんと林達也さんの3人がいろいろやってくれてると、はい、ただその結局売れてもいないのは誰も知らないからだろうというのもあって、こういうドラゴンのね、こうオフィス、はい、オフィスの、はい、オフィシャルなんていうの、ほらこれですね、オフィシャル、はい、こういうこのサイトでね、はい、ドラゴン T シャツが、はい、見える、はい、あらららら、まあだからこれは、いや、堀渋さんが作っ、堀渋さんや広子さんが作ってくれたっていうやつですね。そうです、はいはいはい、こういう色んなの売ってます。はい、はい、こういう色んなの、はい、まあちょっと俺はその黒の出来が、これもね、はい、これも欲しいのよ、1枚頼むよ、はい、ドラコンこれ1枚作ってください。ドラコン、あ、雷親父、あ、雷親父にリクエストしたんですね。雷親父、これ1枚、雷親父に、恐喝をしてると。あ、そうや、あ、それ本当かどうか、雷親父がなんかお金も送ったって言ってたんですけど、お金は届いてないです。あ、そうですか。なんかこの間のあの、これと2枚お願いします。さっきの白と黒でこれ1枚ずつお願いします。カメラライジお願いします。作ってマラさんに送ってきてそれも早け早い方が嬉しいです。お願いします。オフィシャルショップ のものを雷親父にねだるっていう新しい恐喝 の形ですよね、はい、まあそれでちょっと話戻るんですけど、はい、要はその佐々木さんにこうやって要はプロモーションっていうか、はいはい、お疲れ様です。してもらいたいみたいなデザイナーさんたちの要望があって、じゃあ明日佐々木さんとこ行って撮ってきますって言ったにもかかわらず、佐々木さんが、いや頭痛いんだよね、
やりますかやりませんか、いや俺頭痛いんだよねって言って、いやじゃあ俺いいよ何時にするって言ったじゃん、いやじゃあ次回しますかって優しさかけるからでしょ、はい、そう、まあそうですよ、だってそりゃそうだと思います、無理にする必要は別にあれだったんですけど、まあそういうことがあったから、あ、まあ、ちょっとあのデザイナーさんたちへの、はい、まあその、こういうことであんまり取れてないんですよっていうことでやっただけです、はい、な感じですか、ね、なるほどですね、はい、みんな、いっぱいあるんでね、はい、ピンキリでなんでみんなが買ってきてくれると嬉しいな、はいはい、よろしくお願いします、はい、まあそれ、うん、まあこれ短いもんなんでもう一個言っておくと、だからその、はい、結局、はい、現物持ってきて、はい、わしが着ないきゃ意味ないでしょ、うーん、着るからわしはこうあの撮影の時とかどうしたんですか、いきなりわしっていう言葉急に俺も一生思ったなんでわしになっちゃったんだろうと思って急に誰か入り込んできたのかなと思って、あ、わかりました、はい、まあ、うん、そういうことなんですよね、はい、そういうことって言ったらなんですけど、まあそうです、要はあとその、動画上じゃ、明かせないこととかも結構あるんですよ、はい、だからはい、なんだよっていうような意見とかも時たま来るんですけど、当たり前ですけど、はい、別に嘘偽りがあるわけじゃないですけど、うん、あの佐々木さんよく嘘偽りがないっていうフレームを使ってくれるじゃないですか、はい、ただかといって何でもかんでも明かせばいいっていうものではないっていうのもあるじゃないですか、ぶっちゃけ。そうですね、だから、明かしてないには明かしてない理由もあって、はい、そんなもんあのこっちはストリッパーじゃねえんだから何でもやってるわけじゃねえよっていう話ですよね。そうですね、まあ、ストリッパーでさえ隠すとか隠すし、あともう一つ言うと、はい、まあこれは愛の形なのかもしれないですけど、はい、俺はもうさっき初めて知りましたけど、勝手に、奥さんが、自主規制で、カットしたっていうことは判明しましたっていうだから、自分としては、出してもいいんじゃないかと思ってることも、まあ加速判断とかそういうことを含めてちょっと出さない方がいいんじゃないかみたいなこともあったっていうことでいいでわけですよね。そうですね、はいはいはい、まあそういうのもあると、まあ、だから、はい、誰かが傷つくのも本意じゃないので、はい、誰かの反対があれば、そうですね、関係者の誰かの反対があればそんなには、出さないということです、はい、はい、ただまあ、ただまあ奥さんが、いくらか何個かカットしてる部分はあるんでしょうけど、はい、まあ、ちょっと聞いた中の一つか二つぐらいは、はい、いや出してもいいんじゃないかなと俺は今思ってるので、はい、ちょっと編集に言ってみますっていうことをちょっと考えてます、はい、このぐらいですかね、はい、わかりました、それで大丈夫ですか。大丈夫です。じゃああと、これは8分1秒以上必要なんで、ちょっとなんか佐々木さん今後の撮影について、8分1秒あれもいいんですか。今日戻るじゃん。え？ああ、それもショートで撮りました。チャイビールね。はい、ああ、そう。あと、あれ、高校に呼んで、この間のアメ横プラの、視聴者プレゼントの T シャツと、うん、タイのジュース、タイのジュースとか、うん、それ持ってきて、それも撮らないと。うん、それはまあ、あれとして、要は今何の話してるかっていうと、うん、これまで非常に、黒い存在としてなかなか協賛も決まらなかったんですけど、うん、ここのとこ立て続けに、悪の中枢と思われてた佐々木さんにも、協賛が、ついたっていうご報告ですよね。そうです、はい、そういうような形で視聴者プレゼントとかの質も上がっていきそうだっていう形です。そうです、はい、そんな感じです、はい。